こんばんは、カッパのソウコちゃんです。実はね、ロープ選択したククルンを忘れとってね、ほつれてしまいました。で、これをどうしようか、くくろうか。昔はロープ買ったすぐ編んだんですけどね、もう編み方忘れてしまった。編みやすいように先には嫌いだから絶対普通のこのロープを買うんですけどね。まあここは広がらんように黒テープで留めたんですけど、よっこらしょ。で、こう折って、で、編み方忘れたな、ほんま。これがここに通らなあかんねんな。で、こんな感じ。同じところから3本でなあかんから、これがどんどんここへ。で、ええはずやねん。これが、
で、このやつが両方と間違えてもかわいい。ちょっと違うな。最初だけうまいこといかんのよな。これ最初うまいこといったら簡単やねんけどね。失敗しました。これは出てるから、これを出たらいいのか。今入れたんがこれやから、でこの次のやつがで、次のやつがここからここに。で、これさっきもうちょっと締めてなかなかな。で、このテープを。よっくらします、で、ここをちょっと締め上げる。で、切れ方がおかしいな。これを引っ張りたいんだけど、ここに出てるの。よっしゃ。これに、よっしゃ。これで、OK です。
もう先嫌い。くそ。よいしょ。やっぱり船内同士も出してきたらよかったな。先が細いから、まあ、この細いドライバーでやったんが、で、その次がここ。暑いなぁ、今日、今室温がね、33度ぐらいあるんですよ。ほんまに暑い。同じところに三方が通したらいいというわけですよね。前にやっぱりロープちゃんと寄っとかなあかんかったな。よっしゃ。で、次がその次のやつやから、これやねんね。で、次のやつがこれ。熱い。最後の1本をこの間に通したい。これが最後の1本か。次は始まるものがここですね。よっ。こっちじゃない。これが今一番最後やから、次始まるのがこれ。よいしょ。で、次の上やからここやね。で、これの上やからここ。これが一番見えないけど、この元のこ
が今最後に出てるから。ん？これが最後か。で、これが最後？ん？どれが最後？次、まあ次で終わる。で、次は。ロープを締めるからこれで OK です。あとはちょっと気になるな。気になるところがあるから。気になるところがありますから。もうテープ巻かんでもいいんやけどね。かけるやつないかな。まずこれで緩みます。止めんでも緩まないんですけどね。止めなく。とも緩まないけど、うん、これでしょ。よいしょ。まあ別にここにテープを巻かんでいいんやけど。まあこれで完成です。緩みましぇ。またにー。